はい、南国亀上島からおはよう、こんにちは、こんばんは、ルイバリチームのガイドサムさんです。よろしくお願いいたします。これから空港祭の空港で日本人のお客さんを迎えに行きます。皆さん、このルイバリのチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画を最後まで見てください。皆さん、バリの旅行来たらどうぞこのドイバリカジャタご利用してください。僕はバリ島でナンバーワン人気なガイドです。皆さん、バリで楽しく旅行したい方はどうぞこのドイバリカジャタをご利用してください。じゃあこれからここに行きます。はい、皆さん、今ムラライ空港のゲートに到着しました。前の道路はムラライの軍隊です。皆さん、今私がムラライの空港祭空港に来ております。今日の向かいのお客さんがすごく人がいっぱい来ました。今は欧米の人がバリがすごくいっぱい来ました。日本の方がまだまだ少ないです。はい、皆さん、バリの旅行どうぞ来てくださいね。いいですか。じゃあちょっと両替してからこれからどこ行きますか。食事、ご飯、昼飯ですね。はい、昼ご飯ですね。はい。これちょっと軽いもんで、ちょっとロケーションのいいとこがあれば一番いいんだけど。はい。バリで初めて最初の食事なんで。はい、わかりました。いいところね。はい。わかりました。じゃあこれからご飯に行きます。ガッツリでなくてもいいです。はい、皆さん、今のご飯のところに到着しました。今のランチは伊賀ワルンというのお店にご飯を食べます。どうぞ、メニューが。あ、それこちらのおすすめのご飯はそれね。スペアリブとクリスピーダックですね。アヒル、これ。これこれ。スペアリブの他に焼きそばもあるし、ナシゴレンですね。これは飲み物ですね。これこれのご飯でメニューです。ご飯は。ご飯を食べてからこれからウボードを
あの移動しますね。あのウボード移動するで、こちらのあのヤンヤン広場にあの寄ります。みんなでね、あの手作りですね。あの機械はもう使わないからね、みんな手でね。だからバルであの手がすごく器用ですね。こちらのヤンヤン広場で、まあ、いろいろなアクセサリーのものを売っていますね。あのこちらは、ピアス、こちらは、ガムランボールですね。あのこのガムランボールは、バイトで日本の方が一番好きなものですね。だからこちらのガムランボールは、お守りを信じています。こちらのものの値段は全部ルピアを書いております。でももしお支払いの時には、何でも使えますね。カード、ドルか日本円も使えます。はい、あのアクセサリー村のわてから今は、ヒンドゥー教のお寺に来ております。はい、いいですか。はい、じゃあこれからお寺に入りましょう。はい、渡れます。はい、はい、このお寺の名前はバトワンというお寺ですね。バトワンお寺、このお寺は一つの広場を持ってますからね。こちら一番外側ですね。こちらは真ん中は本殿、あのお祈りするの場所ですね。あのバリ島で一般的にあのそのお寺は必ず一つ、二つ、三つの広場を持ってますね。あのこのバトワンのお寺は一つの広場を持ってます。こちらで、ね、今そのあ、どうですか、写真撮りますか。じゃあ、 あの写真どうでしょうか。撮ってあげましょうか。あ、はい、 OK、 分かりました。じゃあじゃあ、 あのバリ島でお寺の前に必ずの割れ門がありますね。その割れ門は、ヒンドゥー教によると、山をシンボルですね。あの、そう、はい、そうですよ。あの山は、アグン山。あのバリでアグン山は一番高いの山ですね。
あのその山はインスキョによると、神様の住む場所を信じていますね。あのこちらのお寺は、今お祭りがないからお坊さんがいないですね。お坊さんは自分の家が住んでいますね。あのもしあのこちらの祭りがある時にはあのお坊さんにここに来てお祭りがやってきますね。あのこのお寺は村の人々のお寺ですね。あの教諭のお寺ですね。それで。でもバリで、各区の家の中にはお寺があります。そのお寺は、ファミリーのお寺ですね。あの家族のお寺です。あのこちらは村の人々のお寺です。うん、住んでいるお寺っていうのはない。ああ、バリはそういうのことがないですね。みんなでね、お坊さんが自分の家が住んでますからね。うん。はい、次の行くところが、バリヘンディというの、あのカゴバクです。こちらの、カゴバクはあのオボドアレアにあります。こちらもあのカゴバクも、ハンドメイドで、手作りです。これぐらいのオフィサーが中国の時間はだいたい4日間ぐらいかかります。編むのね、時間が4日間ぐらい。その後は編んでから干します。大体1週間ぐらい干します。そしてから元地をくしるために向こうでいぶします。あまりの中にいぶします。あれ、あのいぶすするからね。これが元同じ、同じの木。うん、そうですよ。同じなんです。いぶすところがこちらにありました。だいたい1日いぶします。1日ぐらいでいぶするんですね。こちらできたものは、こんな感じでね、まあ、いろいろのバッグとかランチマットとかのコスターもありますね。値段は、ルピアを変えておりますね。あのこちらで買い物する場合は、お支払いは何でもできます。いいですか。もう買い物終わりました。次はホテルにチェックインしますね。じゃあ今からアクサリーレソートのホテルに行きます。
はい、どうもお疲れ様でした。まあ、あのアクサリーレソートホテルに到着しました。パスポートとドライバーに